ドアが壊れんだろ、ヤバマニ。パパはどこかな。あのコーヒー壁のせいで。チョコバー大好きラク様、あ、小さくて視界にも入らねえぜ。ラク様の道を塞ぐ。悪いな、小さくて視界に入らなかった。だから青い亀、あの不思議カバンで俺をでかくしろ。残念だがでかくする機能はない。用がないなら帰ってくれ。くせな、こうなったら黒い髪で遊ぶしか。やめとけ、もう夜には関わんな。何、夜はもう次の階には登らない。ふざけんな、あの亀は俺様の獲物で。諦めろ、もう塔に登る理由が関係ない。俺様があいつを塔へ連れて行く。だからそれは俺たちがシノゴの言うことじゃ。青い亀よ、本当に貴様はそれでいいのか。いいわけねえだろ。けどしょうがないんだ。そうか、だが俺はしょうがなくない。